演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、明けましておめでとうございます。新年一発目の動画ということで本日はこちら、おせちを食べたいと思います。こちらはこのガバタという企業さんのおせちですね。ガバタさんは以前ホッケを食べたことがあるんですが、その時ホッケ美味しかったのでこちらも期待を持てますね。おーおーおお、ぐるぐる回ってる。お試しサイズということらしいのでちょっと小さめですが、それでもいいですね。やっぱりこういうのって情緒があって、どんな風な味なのかな。おせちって昔から定食がきつかったので食べたことないんですよね、今まで。なので今日食べられる、こうやって食べるのはとっても嬉しいですね。まずはちょっと他のところに入ってますけど、黒豆から食べていきたいと思います。いただきます。黒豆はホクホク、たたきごぼうはシャキシャキ、イカナゴの組身はカリカリで美味しい。黒豆はホクホクとしたお豆に黒豆、煮汁の甘い香りがしっかり染み込んでいてとっても美味しかったです。そしてたたきごぼうも出汁の旨味がしっかり浸透していて、これまた美味しかったですね。食感も良かったです。そしてイカナゴの釘にも甘辛い味付けで、ちょっとしっかりとした歯応えもあって、小魚特有のあの歯応えとうまく合わせていてとっても美味しかったです。では続きまして、この目立つエビいっちゃいますね。エビはバリバリ、イカ明太はピリ辛し、そしてブリの照り焼きはふっくら。エビはシャキシャキとして食感があって、パリパリとして外側の歯ごたえと中のプリプリの食感、とっても美味しかったです。そしてイカ明太、これちょっと独特ですね。おせちに入ってるっていうのはピリリとした明太子の食感じゃなくて、味とイカのプリプリとした食感とってもよく合っていました。これ普通でも食べたいですね。そしてブリの照り焼きはほっくりとした甘辛いタレがしっかりと締まったブリによく絡んでとっても美味しい。そして残るはこちら、このなんか独特な顔、独特な顔の坊やが気になりますが、ちょっと見えます？見えにくいかな。まずはこのお正月料理で自分が一番好きな伊達巻きから食べていきたいと思います。伊達巻き年に1回ぐらいしか本当食べるじゃないので、甘いものまで入っていて大満足。お新年もいいこといっぱいありそうですね。ごちそうさまでした。伊達巻き、卵や普段の卵焼きとはまた違うふんわりとした食感がとっても美味しかったです。あの食感好きなんですよね。ちょっと甘めなんです。豚の角煮もしっかりとしたお肉の旨味がきちんと出ていて、噛んだ瞬間にそれがタレの旨味とともに広がってとっても美味しかったです。そしてちょっと独特なあの顔はいわゆるお餅菓子ですね。ちょっともにゅっとして食感の後にあんこのさっぱりとした甘さが口の中に広がってとっても美味しかったです。そして最後の栗きんとん、栗の甘さはもちろんですが、周囲のさつまいもの甘さもしっかり優しく生きていて、口の中に入れた瞬間にそれがふわっと広がってきてとっても美味しかったです。最後に締めにふさわしいですね。そしてきんとんのご利益通りお金も貯まってほしいです。リアルな話ですね、いきなり。というわけでガバタのおせちとっても美味しかったです。これでまた新年頑張っていきたいと思います。早いもので令和も2年目、これからまた何があるか分かりませんが頑張っていきますよ。雪だるま、ガラス破るぞ限界を。雪だるまの限界って何なんでしょう。ガラス破れるのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。